予選終了です。ここでトップ3をおさらいしておきましょう。アルボン、田中、マックス・フェルスタッペン、これで予選は終了です。明日はグランプリの本戦になります。ぜひ引き続きご覧ください。モントリオールを流れるセントローレンス川に囲まれたこのコースに、今年もカナダグランプリが戻ってきました。今とは少し違いましたが、ここが初めてグランプリの舞台になったのは1978年のこと。現在このサーキットにはカナダ人として初優勝したジル・ビルヌーブの名前が冠されています。ジル・ビルヌーブサーキットは最も高速のコースの一つ。全長 4.36 キロのうちおよそ 60% がアクセル全開です。コーナー数は14、特に最終試験員は悪名が高く、今日もセーフティーカーが出ることになるかもしれません。今日もレースの模様をお届けします。解説はあのアンソニー・デイビッドソンです。さてレッドブルの動向ですが、今シーズンここまでの走りをどう見ます？そうですね、今のところチームの雰囲気はとてもポジティブで、全員がやる気にあふれ仕事を心から楽しんでいるように見えます。それが成績にも現れているんでしょう。ではレース前にドライバーのグリッド順を確認しましょう。ポールポジションについたのは田中、2番グリッドスタートはマックス・フェルスタッペン、残りのグリッドも見ていくことにしましょう。ハミルトン、ガスリー、バルテリ・ボッタス、サインツ、リカルド、ストロール、松下、そしてニコラス・ラティフィ、アルボン、グリッドペナルティが課せられます。ノリス、シャルル・ルクレール、オコン、マグヌッセン、ベブリース、ダニール・クビアト、そしてアントニオ・ジョビナッツィ、ラッセル・デレトラズ、ベッテル、そしてジョー・グアンユー。さあいよいよ開始時刻、トラックの方へ移りましょう。いいな、お前ならできる、期待に応えてくれ。調子だ。ドライビング、今のはファステストラップだ。
後ろのマシンとの差を広げてる。ラップあたりコンマ5秒のペースだ。たくさん余ってる。オーバーテイクボタンを使え。MFD を見て新しい戦略をチェックしてくれ。OK、了解した。奴から離れるな。ミスをすればポジションを奪い返せる。すぐピットインだ。ミディアムに変えるぞ。後方のチームメイトとのギャップは 6.9 秒。
後続との差は 2.6 秒。プッシュしてこのラップに入れ。松下がピットインした。気をつけろ、そろそろグリップが落ち始める頃合いだ。今だ、行け行け。今のは最後のストップだ。この先ピットストップの予定はない。いけると思ったらオーバーテイクボタンを使ってみるんだ。チームメイトに対するアドバンテージは 9.3 秒。
ッセストラップを叩き出したぞ。その調子だ。残る燃料は5ラップ分くらいだ。真に食いついてる。だが忘れるな、このタイヤで最後まで走るんだぞ。3ラップ分くらいだ。
ッテリーの充電は十分だ。オーバーテイクボタンをもっと使おう。クリアだ。ファイナルラップ、ファイナルラップだぞ。1ラップ分だけだ。最高の走りだ。文句のつけようがない。またしても素晴らしいカナダグランプリでした。最後まで戦い抜き堂々の優勝です。アンソニー、今回の勝利を呼び込んだ要因を教えてください。コース上での賢いタイヤマネージメントと非常に滑らかなドライビングが今日の勝利を支えました。その2つが組み合わさったことで常にタイヤの能力を最大限に引き出せていたのでしょう。本日の勝者の登場です。レッドブルは今回並外れたパフォーマンスを見せました。チームが大変な努力をしたことは明らかです。彼らは今回手にした勝利を誇りに思っているでしょう。さあ、今日の結果がチャンピオン争いにどう影響してくるか。マックス・フェルスタッペンは自らのパフォーマンスに満足しているはずです。ランキングトップの座をさらに盤石にしました。さあ、聞かせてください。今日のドライバー・オブ・ザ・デーには誰を推しますか？今日のマックス・フェルスタッペンは何の苦もなく他のドライバーを簡単に抜き去っていたように見えました。もちろん僕が選ぶのは彼です。次はコンストラクターズランキングです。レッドブルがランキングのリードを広げました。その間、今週末オーナー、ドライバーのチームは順調に作業を進めました。今回のフォーミュラー1のウィークエンドは終わってしまいましたが、チャンピオンシップはまだ続きます。次回もぜひご覧ください。
ンは大興奮ですが余裕でしたね。今日は理想の展開でしたね。採用したレース戦略が良かったのではないでしょうか。マシーンを完璧にコントロールしていたようですね。チームスタッフもドキドキしたことでしょうね。今シーズンのこのチームのパフォーマンスをどう思いますか。どうも、以上です。おはよう、ボス。今週のスポンサーからの資金が入ってきて、運営コストに対してだいぶ利益が出ているよ。よし、新しいパーツの製造工程が終わった。次のグランプリまでに手に入るよ。チャンピオンシップもここで一服。今日はクラシックマシンのイベントです。ドライバーたちが自らの名誉をかけてその実力を証明しようと意気込んでいます。イエローフラッグだ。
新しいパーツが無事完成した。次のレースウィークエンドに向けてマシンに取り付けておくよ。ふむ、おすすめはこういうのだね。